せーの、暮らしの実験室ラジオ局、二十九回目、始まるよー。暮らしの実験室ラジオ局は、暮らしの実験室のスタッフのいばさんと。はい、いばっちです。 スタッフ、妻で野菜ソムリエの私、夢子とこの2人でお届けいたします。前回は、ね、アップしてないんですけども<う>衝撃のマイクトラブルが再び起こりまして、はい、一応原因はね完全に究明したんですけど、うん、この収録っていうのが。 IPhone で収録してて、うん、でこれは当初からのこのポッドキャストというかラジオを作るにあたっていろいろ調べながらその試行錯誤しながらやってたんですけど 2>,、うんはい、で2人で喋るときはマイク、うん、日本のマイクをさせばいいんですけど、うん、3人とか4人とかで喋るためにはそのマイクジャックって1つしかないじゃないですか、うん、でその1つのマイクジャックがタコ足みたいに、うん、<laughs> 3つのジャックを接続できるはいはい、はい。 1本が3本に増やせるやつがあってそこにさらに1本のジャックから2本マイクが出てるやつを刺したりとかんかいくつかやってタコ足みたいなそうそう延長コードでタコ足タコ足みたいにしててその最初の3つに分かれてるやつの1つが死んでたんですねそうですねそうということがあって それに気づいてなくていいままでマイク自体の調子が悪いのかなみたいな小栗小坂の時ね少なかった時も、うん、そのマイクが悪いのかなと思ってたけど、うん、このジャックに問題があったんですねそうみたいですね、うん、で今もちょっと見てるんですけど、うん、iPhone で、うん、その音が入ってるとあのボイスメモってやつで撮ってるんですけどゲージっていうかあのイコライザーみたいなのが 幅が圧迫数みたいにねビヨンビヨンってねなるもんねそう反応してたらでもみんなでわいわい喋ってる時別にそれ見てなくて見てなかった今日から見ようと思ってそうだね私たちの声がちゃんとそ入ってるのかそういうのを見ながら本当は多分ちゃんとやってる人ってお金があるところだったら別にそれを見きさの人がいてとか時間の進行してるとかまあそうだよねだから話題のことも考えながら えっと時間のことも気にして、音声も入ってるからちゃんとチェックしながら、うんね、収録してるというのが、実はこの、くジラチャンネルの収録実態という、そう、全部セルフだからね、そうね、はいまあ、それが楽しいんですけどね、うん、で前回はもうちょっとだから、アップできてないから非常に悲しくて、そう、どうにか一応、データはストックしてあるので、もうお金払ってでも、それをね、調整、うん、文章に書き起こしたら、美さん。<laughs> 好きじゃん文章読まないしょあ文章ねあいいかもねうんうんか YouTube とかでさそれさインターネットで公開したら iPhone やとボイスオーバーっていう機能で読み上げてくれるんよねああんかそうそう割と抑揚がまだそんなないんやけどそうだよねそのうちさあの音声読み込み機能ってすごく上がっていってあとそのなんて言う声優さんみたいな あの<ー>声を、ね、入力して登録して販売するっていうあ<ー>あの声の著作権みたいなビジネスも結構にわかに盛り上がってるらしくってそういうのでやってもいいかもね,そうだね文字起こししとくわ。ね前回あのちなみに魔法の話とかうん その公開してないけどね、うんうん、結構盛り上がったんよねそうちいちゃん来てくれたんだよねそうそうちいちゃんをね来てくれたのに申し訳ねえと思ってあのいばさんの声しか聞こえなくて私とちいちゃんの声が拾えてないっていう <laughs> 結構ね3人中2人の声が聞こえないっていうのはねちょっと残念だったよね、うん、聞いてる分にはかなり辛くて、うん、これはちょっとこのままの状態でお届けできぬっていうものだったので山資本主義のフォーラムの、うんうん ちょっとしたその話題とか、うん、キャラメル農法とか、うん、あいろんな楽しい話題がいっぱいあってんけどキャラメル農法の話なんだっけ <laughs> またもうここではやんないけど <laughs> そうあと魔法の話で、うん、なんか男子漫画とかやといろんなバトル系の能力やけどあそう、ね、少女漫画やと変身とか、うん、テレポーテーションとかそういう単一の 能力主人公だけが使えるみたいなそんな話とかいろいろ盛り上がってねそうなんですよでも大丈夫今はちゃんと取れてる取れてる取れてます心拍そうそれでその魔法の話もちろんみなさんには何のことかわかんないんですけどと思うんですけどなんか雷の魔法っていうのもあるじゃないですかん なんか能力者で雷を使う人いるじゃないですか、はあうん、それで、えー、その話もちょっとしたんですけど、うんえっと、雷ってなんかあの電子マ、うん、イナスの電子が集まって、うん、それが、まあ、上空にあるのでうん、うん、それが重さに耐えきれなくなって、うんえー、地上に落ちてくると。 うんうん、っていうのが雷なんですけど、現象としてのね、うん、でそんなことをできる人、すごいよねみたいな、火、まあの魔法でも水の魔法でも、何でも物理で考えると、むちゃくちゃみたいな話をしてたんですけど、この間僕が寝てて、農場のスタッフには、ね、話したんですけど、うんあのー、聞いてくださいよっていうか、まあゆあの、ゆめ子さんにも話しましたけど、うん 寝てたんでですよ寒いので僕毛布を下に敷いてて家に空き家を借りて住んでるので元々あった毛布を使っててアクリル系の毛布あるじゃないですか毛じゃなくてねそうそうそう合成みたいなやつあったかいよねうんあったかいで子供と一緒に寝てるんですよ同じ布団で夜中にふと目が覚めて <laughs> 子供もの後頭部がね、うん、なんか光ってるんですよ <laughs> <laughs>、うん、<laughs> 光ってて、うん、マジでで僕最初それ携帯がねあのなんかメールとかが来てピコピコなんかランプが鳴ってんのかなと思って<ー>あれおかしいなと思って携帯と思ってふって<ー>ずっと頭子供の頭抜けて、うん、携帯探したけどなくてあれ携帯ないなと思って、うん、あれ夢かなみたいな。 なんかその時点でそそううとか外の例えば光が何かしらのね反射とかで差し込んできてそこ光ったように見えたのかなとか思ってたんですよでちょ目こすこすこしてよく見てたんですよそしたらやっぱりまた光ってあ光り続けてるわけじゃないのねそうそうそう単発的に発光してるみたいなピカピカってピカみたいなそうそうそうってなっててあれこれ どうやっても光ってるよねみたいな見たことなくてそんな現象ででもでもそういうことってなんかなんていうか夢的なこととかあるじゃないですか寝ぼけててみたいなうん、うん、子どもの頭が光る意味は見ないけど <laughs> で頭つもさ頭全体が五光させて光ってるとかじゃなくてあ違うんだそうそうこのの後ろの なんか髪の毛の先端あたりがなんかパチパチ光ってるみたいな瞬間的にねそそそそう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 ハリーさんが散髪した時にピカみたいなそういう感じじゃないんだ、ね、<laughs> じゃなくてうん、うん、で,でまた子供がなんか頭はかゆいのかうんうんって頭を振ったんですよ、うん、その時にまたピカピカって光って、うん、<laughs> 何 <laughs> おかしいと思って <laughs> だけど、うん、その時は寝たんですよまあ 寝た僕はねまあもういいやと夜中だったしそれで後で調べたんですけどそしたらあるみたいなんですよでその時静電気かなと思ったんですようんでも静電気が発光するとか知らないからそうだよねで調べたらなんか教えて違違うう知恵袋みたいなサイトとかでそしたら結構あるみたいびっくりした僕知らなくて それなんて検索したの<分>子供、髪の毛光るとかねいや、静電気光るって検索したああそっかそっか <laughs> 頭光るじゃなかった <laughs> <laughs> そうなんか合う、えー、すげえ魔法使ってると思って、えー、すごいねうん自分で何の役に立つのそれ <laughs> 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 ちょっと明るいしときに頭シュッシュッて振るとそう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 手元ひなんか 手元は照らせないよ。<laughs> そこは瞬間的に発光するだけやから <laughs> そっかそう、そういうことがあって、めちゃくちゃびっくりしました。う<ー>ん。<ー>が初めて聞きましたね。この調子でだらだらいくつかの話題について喋っていいですか <laughs> あ、はい、ど <laughs> うぞ。これはオープニングかな <laughs> 昨日あの、手伝いに、作業手伝いに来てくれた <laughs>。<laughs> うん M くんから聞いた話でなんか面白い話がすごく面白かったんですよ。それはなんか当時の当時が一番普通昼があ夜が長くて一番暗いじゃないですかまあ日没も多分だから早いってことなんだけども普通に考えればねでもその M くんが聞いた話によるとえなんか仕事のまあ師匠みたいな人かな親方みたいな人かなが当時の20日前が一番 昼が短いんだよってあ、私もそれなんか最近聞いたえ誰に ?20 日前じゃなかったけど、うん、私も職場でえそうなの職場のまあご年配私よりも年配の方に聞いた、うんうん、えあそうはいちょうど最近なんかそのもうすぐ冬至みたいなうん、うん、最近昼があの短いねみたいな話、うん、してて冬至だから本当にじゃあ もうそろそろですねって言ったら、うんうん、多分今ぐらいだよみたいなことを言われて、うん、今ぐらいが多分一番短いと思うみたいな話をしてたんだよその人がえっとエンプロイえっと、雇い主の人がじゃなくてじゃない職場の同僚の人ははははいはいはい、はいそうであそうなんですかみたいな話で、うんうん、なんか当時になるともうちょっと明るいあの明るくなってるはず それは何かに聞いたとかじゃなくて、多分その人の感覚だった話。それで、M 君が検索したらしくて、その時にね、でも何も検索結果ではそういうもの出てこなかったって言ってて、俺はそれはすごくいいと思ったんその話が。 だから、何でも検索みたいな話をお前したけどそうじゃない話が体験の中でそれは真実なわけじゃん、うん、しかも2人目いたのも、うん、その方、多分七70代で70ちょっと過ぎぐらいなんだけど、うん、そう、なんか、ね、当時の時にはね、もう少しね昼長くなってるよみたいなこと言っててだから今ぐらいじゃないか当時が一番長いっていうのは違う気がするんだよねみたいなことを言ってて<ー>。うんうん で多分結構確固たる自信があるお話の仕方だったのねだからそうなんですかみたいなちょっと半信半疑っていうか私は聞いててでも当時が一番長いだしは習ったしみたいな理科とかでねうんみたいな感じでちょっと話半分で聞いてたんだけど今それを聞いて本当にそうなのかと思ってはい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 うんすごいねまあでもそうね今日没結構4時半過ぎるともうかなり暗いなみたいなね もう5時には真っ暗みたいな感じで、うん、うん、そうね、うん、だからちょっともう20日前過ぎちゃったけど、うん、その M 君はちゃんとそのこれからし調べるっていうかさ体験を持って何時ぐらいが一番暗くなったかを今と当時の時どっちの方が暗いかを調べてみたいって言ってたうん、うん、それさうん、うん、日没時間っていうこととはまた違うのかな,分かんないもしかして分かんない 早いのが冬至って私は習った気がするんだけど、うんね、でもそんなさもし,もしそれがね違ったとしたら日没時間が実は冬至よりも20日前に早かったとしたら、うん、そんなことは普通は教えないと思うのね理科とかでねだからもしかして日没時間はもしかして早いんだけど明るさが違うとかなんかもしかしてそういう摩訶不思議現象があるのかもしれませんよねそういう方が面白いじゃん。 そうどこにも乗ってなくてしかも2人の割と年配の人生のくろとの方がそうおっしゃってるっていうのはいやいい話聞いだなと思って面白かったんです小読みですね暦で思い出したけど私も結構前農場あやさ里に来てちょっとしたぐらいの時に72個何でしたっけ石の こととをちょっと考えた時にカレンダーに結構ちょっと渋めのカレンダーとかだと書いてあるじゃないですか「うぐいす鳴く」とか「梅が咲く」とか。うん、でなんかもちろんそれ正しいっていうかまあその時期にあるのかもしれないんだけど、うん、なんかやっぱな 地方とか地域によって。違うじゃないですか。あかをまあ、そう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 。うん。だから、やっぱ、その土地、その土地の。なんか、二十四世紀、七十二項があったら、いいんじゃないかなって。自分のね。そう、と思って、記そうと思って。はいはい。なんか、ツイッターに。うん。 書いてたんですそれを思い出してでもなんか私のツイッター見たら「ゴキブリ出た」とか「ムカデ出た」とかそれもだって季節の変化ねそうそうそう書いてあってでも大体ムカデが出る時期とか一緒なんですよねまあ繁殖の時期に出てくるんですけど5月の下旬とかねだから「ああムカデが出た」って思うそろそろ「ムカデ出るな」とかさ「ムカデ出たな」とかでさ まあ季節を感じる <laughs> みたいなそうね、うん、もちろんそれだけでなん,ななんかいろいろあって、うん、面白かったうん、うん、途中でなんか断念したっていうかやめ、うんまね、ちゃったんだけどねえ、まあ、それで言うとさ ダリアっていいう花があるじゃなですか農場のね結構八里であちこち咲く年もあれば咲かない年もあるっていうか咲けないというか何その幻の花みたいな見たらないか。ダリアさかろうじてさ海よく咲けたとしても一瞬で寒さにさ本当に1日とかの時とかあるようんうんそうなの今年も多分その高低ダリアって何輪もつくんだけどさ1本の花から多分 全部は咲くなくて何か何個か咲いたんだけどつぼみのまま凍死したやつが結構あるみたいな感じでしたね誰がつけたか肯定って感じじゃないでそれぐらいこうプレミアムな存在感っていうことなのかな春のそういうなんていうか儚い命みたいなその植物のことをスプリングエフェメラルっていうのねへえそういう なんかジャンルの野草たちがいてもう俺、皇帝ダリア完全に秋のエフェメラルやなと思ってて皇帝ダリアってでも暖かい地域だったら普通に咲くってことなのかなまあそうかもね、そうななんじゃない、うんまあ、茨城よりも,もちょっと暖かい地域っていうかうん、うん、う西の方とかだったら、うん、まあもうちょっと長く咲けてみたいな感じなのかな、うん、でも全国で共通してない知識の方が楽しいじゃん。まあね、うん、ここだだけけのの自分だけの、うん 72校とかだから皇帝ダリア咲く皇帝ダリア枯れるその間3日ぐらいすごい連続じゃないそれそう皇帝の王朝短って感じねえどっかの王朝じそういう王朝もあるよね何かいたんだかいなかったんだかみたいないいねううんん この頃ですね。すごいダメってんね。大丈夫か。あの、この間、ウーファーの方が久しぶりに来てくれたりとか、今日出荷なんですけど、出荷も手伝いに近所の方が二人ぐらい、あでも一人は、もともとここの農場を作った当時のね、に関わってた方が、今、やさとにずっとその後も住まいで、で、 この頃手伝いに来てくれるうん、うん、この23週間ぐらいかなう,、ねうんうん、もうかなり高齢なんですけど、うん、自転車に乗って、うん、で出荷作業手伝いに来てくれててうん、うん、で当時の話とかをいろいろ聞いたりとかしてすごく楽しいんですよ、えー、貴重なお話だねうん、うん、でネギを剥いてもらったりしてて、うん、僕ちょっと他の作業もあるから全部話聞けてなかったけど、うん なんか昔はこんなネギの皮ネギはさ皮をむいてきれいに白くして出荷してるのね、はいはい、根っことかも切って昔はなんかこのドロドロのままドロドロっていうか土のついたまま送ってたんだよなって言っててあははとかつってって昔は要するに有機野菜とかがなかったからうん、うん、もう送ってもらえるだけでありがたいみたいなうん、うん、農場の方がすごい力が強くて、うん、で会員さん まあ食べてくれる会員さんっていうのは、うん、もう農場から来たものは何でもありがたくいただくみたいな、そういう話とかをしてて、うんうん、ああ、なんか時代って変わったというか、うん、当時の話、すごく面白いなと思って、聞いてたんですけど、うん、それとか豚の話とか、うんうん、いろいろ結構にぎやかで、金曜日の苗は、苗っていうのは出荷の作業している場所なんですけど。 いいですようんうんでね手伝ってくれて、うん、あのまあ僕が言うとあれかもしんないけど、うんね、交流にもなって、うん、ご本人も楽しんでくれてるみたいやし何か一緒に作業しながら、うん、あのおしゃべりしながらできるっていうのはすごくいい時間だなと思ってうん、うんうん、いいよね出荷作業中のおしゃべりって結構なんか 思わぬ話が飛び出したりとかそうそうそう黙々と作業してる時もあれば結構話がバーっと盛り上がったりとかねうんんか私結構ちょっと遅くに行ってみんな作業してるところに行ってご飯とか作ってるんですけど行くとんか結構何かの話で一つの話で盛り上がってる時とかありますよねねあるねうんそう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  あの畑の子供が生まれる前とかは、うん、結構子供の名前を勝手に考えるのとかで盛り上がってましたたよねだい、まあどこの子供はねその農場界隈の子供たちうん、うん、生まれる前っていうのは勝手に名付けっていうのはもう鉄板トークみたいな感じで盛り上がってましたよねなんだっけななんか面白い名前あったんだけどな,ないっっけ <laughs> でも、週法にも書いてあったよね、名前、それ、読んだんじゃないラジオでもね。そっか、うん,うん。ねうん、誕生日にちなんで、焼肉んとか呼ばれてたけど、<laughs> 8月29日生まれだったから、じゃあ、焼肉んで、みたいな。ね。ね。うん、うんうん。くやはや。なんですよ。うん。それで、あの、夫フで手伝いに来てくれた、うん、<laughs> あの方は、女性で。 えー、もうえ、うん、帰ったというかね、夫婦期間終わって戻ったんですけど、女性で、えー、と子育ても、まあ、一段落ついて、よく、うん、移住したいみたいな感じの方で、うんうん、今は都内。ね、今は都内かな。で、兵庫県と長野と、うんうん、あともう一つどっか行ったのかな。<ー>で,<ー>であ、栃木か、そうそうそう夫婦<ー>で。四つ目に ここに実験室に行ってす,ごいもうすでに何回かどこかにウグフに行ってるんですね、そうそう、<ー>うんあっこの間、急にやって、う,ーんうん、それで、そうだった兵庫県は、兵庫県って僕、兵庫県出身ですけど、そ <laughs> そうですよね <laughs> その瀬戸内海側のまあ神戸とか、ね、姫路とかある側と、うん、その北側の日本海側に面しているところ以外って、うんうん、もう全部山じゃないですか、そうらしいですね。 基本的にほとんどどこの県も山ばっかりやけど山ばっかりその山の結構真ん中らへんの雪農業が盛んな地域あ,あるんですねそんなあるあるうんうんでもなんか結構土砂崩れ10年くらい前に土砂崩れが結構大規模な災害があったりとかしてえみたいでイノシシもすごくてとかって言ってて「やさとはすごくいいですね」って言ってて 大きなそのなんていうか獣害災害みたいなのがないみたいなイメージってことそう自然災害があんまりないっていうことかなって俺は聞こえたけど、ね、ううまあないじゃん台風もあんま来ないし、まあまあね、雪も積もんないしまあ地震はあったけどねそういうなんていうかあこの話もうちょっと盛り上げたいんだけど <laughs>、はい、<laughs> そういうさこうないことって気づけないじゃんそうね伊庭、うん、さんのお得意論ね<え>ないことには気づけない よく言ってるよ、ね、あでもよ、まあ、それはよくさ J−POP とかでも失って初めて気づく君の大事さみたいなそういうことと一緒だと思うねんだけどでもさそういうことってあんまり気づけないからあるっていうかない状態の時にはねないっていうか、うんはい、それでやさとそれでまあその人の方はやさといいですねって言うからうん、うん、あぜひまたあの、うん、移住しに来てくださいよって言って。はい れたんだけどもはいいや実際問題移住っていうかねしようと思ったらどういうところがいいかなと思ってそうなんですよねそうなのいや私も悩んだ口ですからね10年以上前はいはいはいあそっかそっか10年ぐらい前うんそうだねうんえうんうん悩んでた時期ありましたよ何かポイントがあったのまあ いいろろやっぱ見ましたよね。<No. S 2> ウフっていう形は取ってないけど、うん,うん、いろいろ、うん、地方行って、実際にやっぱ行ってみないとわからないので、私も移住先を探してる時期があって、うん、東京に住んでてね、なんか違う感があって、うんうん、で、探してて、でも結局、なんか決めてってなくて、私の中では。うんうん、だから、本当に困る。 あうん、その方もそんな感じではあったと思う<ー>なんか仕事は何でもいいって言ってて、うん、で場所もいいと思えば別にどこでもいい,た,いただ、うん、そのご両親が東京にいらっしゃるからあんまり東京から離れられないと言っててそういう制約条件がなければ、うん、なんていうか探しようがないっていうかありすぎてそうなんだよ、ねうん、で僕とかあね、のー は雪農業をしたいと思ってたからやることは決まってて場所はどこでもいいから当時ねで雪農業っていうカテゴリーで何軒か見て回ってたまたま茨城県のここのさとに来たっていうだけで移住別に学生やったから移住とかっていう言葉あんまりなくて意識の中にはただその雪農業をするためにここに来たっていうだけだったのね。 でもそういうい一つの,その、えっと、確定していることがないとうん、うん、なかなか決め手がないよねと思って、うん、だから、ゆめちゃんもそうだったんだねきっとそう、私は山が見える方がいいとは思ってて<ー>でも、その山が例えば長野みたいなねこう脈々とした山なのか、うん、こ,うこういうところの里山なのかっていうこだわりはないわけよ。うんはい、でも山っていうとさ、結構みんな長野みたいな山を想像するよね、ああいうのを求めてる人多いよね。 そうね山好きの人ってうん、うん、やっちゃんなんかはやっぱりああいうのいいですよねって言ってる言ってる私はもともと山を見て育った方とかでもないしうん、うん、そこにこだわりなかった山の高さに対してのこだわりはなかったんだよねうん、うん であと私は保育士をしていたのでずっと、うん、でやっぱ保育士はしたいと思ってたから、うん、まあ子供がいる地域っていうかまあどこにでもいるよねみたいな感じで保育士の仕事ができる場所とは思っていたんだけどそれはでもほとんど制約ないよねそうまあね、うん、でもあまりにもさうん、うん、もう全然子供がいない離島とかさは,い、はい、はちょっと難しいかなとかさ。そうね、うん そうねであとは結局自分を受け入れてくれるのかっていうその地域がねっていうところだなっていう感じだったのねうん、うん、でもそこは結構どこも難な,なくクリアっていうか、うん、おいでよっていうスタンスなんですよ当時割と若い女性だったんですね当時20代半ばぐらいで移住先探してるっていうことで地方をこう歩いているとうん、うん、なんでなんだみたいな。 恋恋みたいな。嫁に恋みたいな。来はつまり嫁に来ってことね。なんかそう、そういうニュアンスを感じる地域もたくさんやっぱりあって、なんか、いいぞみたいな。家もあるぞ男もいるぞ仕事もあるぞ恋みたいな。で、おおおおおおみたいな。でもなんか、恋恋って言われると、なんか、こう迷っちゃうっていうか逆にね。嬉しいんだよ嬉しいんだけど、なんか、 私が決めててるわけじゃないっていっうか、うん、自分で決めようとするとすごくこうこうつつけるっていうと言い方が失礼だけど、うん、なんか決め手がなくてどこもう、ね、どうしてもここに来たいっていう決め手がなかなかなかったんだよね、うん、だから結構うんどうしたらいいのみたいなって、うん、どこも素敵なんですよ場所的には人もね結構出身地がさやっぱりその地方の人うん、うん、で。 一回東京に出てきている人とかだと、やっぱその出身地に戻、出身地周辺に戻りたいっていうのは、同県とか割と同期としてはね、わかりやすいけど、ゆめちゃんの場合そういうわけでもないもんね。そうね。やっ私は三一一以降に東京での暮らしに違和感を感じた組なので、まあそういう組たくさんいると思うんですけど。でもさ具体的に考えてみて、そのまあ個人じゃなくて例えばなかったとしても、その移住先 でその東京じゃないけど地方都市っていうことを選ぶ人も結構多いじゃん、うん、しあとはその本当雪が降る地域に行きたいのか、うんえー、要するに北日本の方に行きたい北日本とか日本海側に行きたいのか積極的に行きたいのかどうかっていうのも結構大きな。 ポイントとしてあるよねあとはなんか海、まあ、山があるとか海があるとか僕は生まれた場所はすごく海のすぐ近くだったからなんていうか逆に別に海とかも割とどっちでもよくてそうなんだね <laughs> そ<う>結構海生まれの人って海がやっぱり 恋し、うん、いみたいな人多いんじゃないんですかね、うん、と思ってたんだけどまあイメージなんじゃない僕の家マジで海から5 0ートルぐらいとかで、うん、浜辺じゃないもんねんえっ浜って呼んでたよあそうだったの、うんまあ、瀬戸内海やねんけどうん,うん、うんうんまあ、よく海で遊んだけど、うん、まあもう満喫したかなみたいな、うん、<laughs> そっか <laughs>、うん、それよりも当時はやっぱ雪農業農業をしたかったねそうなんだね、うん でもそういうさやっぱさ海も山もある地域っていうかすごい人気じゃんうん,うん、うんまあ、そんなに都合のいい場所そんなね、まあ人すでにいっぱいいると思うけどうん、うん、そういうところとか考えると、うん、どういうとこがいいんかなと思ってさそうねうん、うん、あれこれって雑感コーナー、まあ、もう雑感的になってるよねねえそっかねえ、うん あの、ゆめちゃんのご両親はさ鹿児島に移住したじゃないですかはいし、うん、ましたね <laughs> そう、うん、あそこ僕もまあ縁あって訪れましたけど <laughs>、うん、<laughs> あそこなんてねほんとに海もあって山もあって、うんえー、温泉もあいててうん すごいとこだなと思ったんですけど温泉ってやっぱあると観光地化するじゃないですかそうだね集客できますよねそうでも僕あんま観光地ってあんまそんな魅力なくて自分が住む場所として観光地的な場所で営農っていうか農業まあそれもありえたかもしれないけど八とはそうではないからっていうのはあるけど 観光地的なところに住みたいっていう人もいるのかねどうだろうね、まあ、その産業に携わりたいっていう思いがあるっていうこともあるかもしれないよねそうねうんうんまあやっぱ温泉掘りたいとか <laughs> <laughs> 一発当てたいみたいなあまあ農業するにしてもやっぱ買ってもらえる人っていうのは明らかにねうん、うん、人は多いかもお客さんは多いかもねうん、うん、そうねー 北海道とかさ、まあ、農業もできると思うんだけど、うんうん、観光大国でもあるわけじゃないうんうん、まあ、都会もあるしね雪は絶対ついて回ってくるけどうんうん、うんうん、そうね雪ね <laughs> うん、うん、雪の地域はちょっと。 やっぱり覚悟がいるよねとは思う普通に生活をするにもさ、うん、常にこう雪が降るとさ一回こうマイナスになるっていうかさ普通の生活をするために戻さなきゃいけないわけじゃない。うん、ねそうだね。雪かきするなり、うん、雪下ろしするなりっていう作業をしてからその生活をスタートさせるっていうのでやっぱり大変だとは思うよ。ねうん、それが生活やからね。すごいよね俺もそう思う思 あの雪かきの,、うん、あの車あ、うん、除雪車とかすごい公共事業だなと思って<え>何もなってないじゃないですかね<え>で、うん、ただ道路を普通の状態にするだけのために仕事があるじゃないですか、うん、すごいなと思って夏にさ一晩で草がなんか1メートル伸びるみたいなイメージかなああ <laughs> <草刈り笑>でもまあそうかもね夏の草刈りとか、うん、本んにそんな感じはあしたはめちゃめちゃ天気がいいので草が1メートル伸びるでしょうみたいな、うん、そうだねそういうイメージかなうわ草刈りしないと外出れねえみたいな、うん、車出せねえみたいな、うん、でもまあ生きることってそういうことでもあり得るわけじゃん、うん、なんか維持するというか、うん、はあ、ねえんか、ね、そうね でも雪が積もる場所やったら温泉があってほしいなそしたら総裁できるかも俺の気持ちの中でそうじゃない地域だってありますからねあるよねうんあるよ全然あると思うただ雪だけが降り積もる地域ねねえうん雪は雪でそうねうんうんあのうん まあやさとかな <laughs> ねまあまあ住んでみないとわかんないんだよね<ー>結局ねどこがいいのかっていうのはね、うん、なんか前のあのモタニさんの里山フォーラムの話で、うん、なんか面白いことを言ってたのはうん、うん、なんかそのやさとうん、うん、まあやさとに来てしゃべってたのでうん、うん、やさとについてちょっと喋ってて、うん、やさとってこう山に囲まれてるじゃないですかうん、うん、で 霞ヶ浦っていう湖があるじゃないですか茨城県に霞ヶ浦って出口は一つですけど入り口は二つ狐の顔みたいな感じ耳が二つちょんちょんととんがってるみたいな左側の耳の方は土浦の方から流れた川右側の耳の先端の方は石岡市さとがあるとこですね ヘリすごいな、うん、でその「不、ま、時、あ」っていう「不時」あってあるじゃないですか「不時」うん、そうそうそう「で日立の国」っていう、うんまあ、国があったので、うん、それはその大和朝廷が作った国じゃないですか、うん、のけん権力が勢力が及ぶとしてやってきた、うんえー、国で,でその人たちが、まあ、船に乗ってわさかわさかやってきてで利根川から上って。 霞ヶ浦入ってうん、うん、で土浦の方は割と沼地だったと、うん、まあ牛久とかも沼だしレンコン作ったりしてるし石岡の方は比較的大地になってて、うん、まあ丘っていうぐらいからでは住みやすい場所だってなって、うん、でそこに国府を作ったとそこから、えー、筑波山の方に入っていくと、うん、そして八里島に入ってくるじゃないですかうんうん、うん だから八とはその石岡の国風がある場所の奥座敷だって言って,て、うんはいて、はい、どん詰まりじゃないですか、どん詰まり <laughs> うん、うん、C の字の内側に入っていくわけだから、それでそこからみんな筑波山を参拝して登っていくと、うんうん、今はその筑波市側の方が表筑波って言われて、うん、こっちは裏筑波っていうけど、うんうんほ、本来っていうか、もともとはそのこっち側の方が正規のルートみたいな。うんうん どやみたいな話をしてあるあるじゃないですそれそうそうああこれは結構なかなか面白い話やなと思っていなそう言い争ってるわけねすごいねこっちがこっちがあってねうんそうねそうっていう話のところは面白かったですねうんんかやさとってやさと楼みたいになってますけど移住者結構まあ多いとは思うんですけど なんかもう移住者はもちろんやさとが好きでやさとを選んで住んでて、うん、すごいこうやさと愛が、うん、まあ,あるというかやさとにずっと住んでいきたいとかうん、うん、もっとここをこうしていきたいみたいな気持ちがあったり、うん、そういう活動をなんか実際にされてる方とかもいてすごくこう、まあ、目に留まるというか、うん、そういう活動をやってる人移住者ってね。うん でもなんか結構私は地元の人もなんだかんだ結構やっぱ愛があるっていうなっていうのをすごい感じるんですよ。うんねうんね、やさとん地元の人は結構やさとんのこと好きな好きって言ってる人多いよね,よね。なんかちょっと悪く言ったりもするのよ。うん、まあなんもねえけどよみたいなこと言うんだけどでもいいみたいなでもいいんだよわかるこの良さみたいな土下座感を感じるんですよ。すごくそこが私はいいなと思っていて<ー>他のなんかその 何もないっていうのは、うん、多分あえて他のその分かってないでしょうっていう人たちの目線に立ってものを言ってるというか、外の人から見たら、ね、この良さって分からないと思うんだよね、うん、みたいなニュアンスを感じるのなんもないんだけどっていう、謙遜なの、ちょっと、でもいいんだよ、うん、ご存知みたいな <laughs> <laughs> 知ってるやつだけが分かるんだよみたいな、ね。そ キュンってするすごく多いよねそういう方、うん、だからつまりすごくやっぱいいんだなって、ねうん、思ううんうん、なんかそのよくしていきたいとかさこれから朝取りこんなことしたいみたいな熱い思いっていうのは、うん、移住者の方が強いっていうかそう思ってきてるからね、うん、でもやっぱこの土地をこう愛してこの土地で住み続けてきてこの土地でもうね 生きてうんそっかうんああっていつもね思ううんいいじゃんいい話やんそうなんですよそういうのやっぱね地元で働くとそういう話とか結構聞けるの楽しいそうだねうんあそうさてゆめちゃんレシピしゃべるえもうんあうん うん、他のコーナーは、まあ、ないよ今日もえあ3時に終わらないといけないのであそ,うのあそっかうん、うん、じゃあレシピでもしゃべ、うん、すごいね、はい、今まではいばくんの雑感コーナーでしたねオープニングとニュースと雑感コーナーのミックスをはい,いじゃあ最後のコーナーにいきましょう <laughs> せーの「野菜ソムリエゆめのあれが食べたいー」 このコーナーは野菜ソムリエの私夢子が農場の野菜や卵、お肉を使って作った美味しいご飯について語るんですが今日は今日は10分ぐらいで終わりたいですねこのコーナーねはい今日は農場の卵やお肉は使っておりません、はい、<laughs> <laughs> 今日は鹿児島のカンパチの鎌と、うん <laughs> あのいただいた美味しいホタテと美味しいカキを使った美味しいご飯を作りました <laughs> 大丈夫ですかこのコーナー <laughs> 成立するんですかそれで年末ですね年末税を尽くす機会に入ってまいりましたはいえっし,しゃべるんですかその内容であっしゃべれますよ、はあ、はいせっかくあお願いします、はい、あもちろんそのお野菜も使ってますし、うん、うんうんあのですね今日は まあ来たら、イエジーさんに今、冷凍庫が結構いっぱいなんだよねっていう話をされて、うんうん、なんか今週、肉臭で結構お肉もあったのに、結構、冷凍庫がパンパンでみたいな、ありがたいっていう両用の冷凍庫のほうにね、いろいろ新食していくるんですよ。ありがたいんですけどね、はい、でねでたまたま結構いろんなものが重なっていて、うん、うちのその、さっき話した通り、うん、うちの親が今、鹿児島に住んでるんですけど。 ちょっとあのカンパチのカマっていうのを結構定期的に送ってきてくれててめちゃめちゃ美味しいんですよ。もうほんとめちゃめちゃ美味しいんですけどそれを私好物なんで送ってきてくれて今回も農場のみんなで食べてねって送ってきてくれたものがあって、うん、それが結構大きかったというか幅とってたんですね。であこれ使わな使わなと思ってで今だと思って、うん、それをなんと1人1個焼きましたね。<ー>なので八つ焼きました。<laughs> いつもね2人で1個とか食べてたんですけど結構大きいんで。うん これはなんかちょっと贅沢しちゃおうかなと思って、うん、親がねせっかくみんなで食べてって送ってきてくれたしと思って一人一個塩焼きにして焼きましたこれね、はい、めちゃめちゃ美味しくない美味しいよね伊庭さんだって死ぬ前に食べたいやつなんででしょ死、うん、<laughs> 死ぬぬ前前にに食食べべたたいいすねもの,のリストに入ってるんだもんねうん、うん、死ぬ前の3食の朝食に食べたいですね、うん、ああ決まってるもんね、うん、もうねうん、うん、そうそれを食べました、はいうんうん で、もう一つ、牡蠣とホタテっていうのはちょっとまた年末でかけてこういただいてるんですけどうん、うん、すっごい大ぶりのホタテと、うん、すっごい美味しいしいまあの冷凍のものをいただいて,て、うんね、でこれどうやって食べようかなと思ってそれもいっぱいいただいてたんで、うん、ちょっとずつ食べなきゃっていうことではい、はい、っ食べようかなと思ってハディさんと,ちょっと相談したら、うん、酒蒸しとかいいですねって言われておー、はいはい、おと思って酒蒸しかと思って。うんうん なんんかかソテーとか前したんだよね、は。あ、酒蒸しやってなかったと思って白菜とおネギとホタテと牡蠣でバター酒蒸しにしましたホタテと牡蠣が同じ鍋の中に入ってましたねはいすごいよねうんあんな料理見たことないですよ、はい、僕。<laughs> <laughs> ねえ税を尽くしてもしたねうん限りを尽くしたって感じで、ね、大、はい、きい鍋に、 白菜とネギを先に敷いて牡蠣とホタテを上にのせてバターと酒をぶっかけて蒸し蒸ししましたすごいねたもしゅわってこう水分が出てもう最高の汁浸したみたいになってスープほど汁はなかったんですけどもうめちゃめちゃ美味しかったよねそのタレもねゆもねいやすごいなんか今僕の中で豚舎のャ酒 様子が思い浮かんで大が崩してその上にわらを敷いてその上に豚が寝転がってるんですよいつもはいそんな感じですね分かんないわあ美味しそうって思った美味しかったですね美味しかったあと大根食べたかったんですよ中敷きょうなので大根ステーキ作ろうと思ってで大根は下茹でをして皮むいて輪切りにしたものを下茹でにして でフライパンでこんがり焼き目をつけてたれをかけたんですけどたれ、うん、は生姜焼きのたれにしてみました<お>みりんと酒と醤油と生姜の、えー、とのえっとのすったやつをバーっと流し込んで、うん、ちょっと蒸してみたいな感じで、うんはいはい、ああいうのもいいですねうんうん,、うん、なんか生姜焼きって結構何にでも実は豚肉以外でもいろいろ使えるなと思っててまあ生姜最強なんで、ね、大根もいいなと思って。うん やってみました美味しかったですねちょっとこう主役感が出るかなと思って、うんうん、あとはサラダを作ったんですけど水菜がなんか。 食べたくてさっぱりしたサラダを食べようと思って水菜はちょうど一番大きくなってきて乗ってますね。もりっとしてますよねシャキシャキでサラダもあともっとしたらちょっと寒くなってきてサラダ食べたくなくなっちゃうので今のうちにサラダ食べようと思ってドレッシングも作ってサラダにしました。美味しかかったででですすすねこんな感じとととにく今日はカンパチホタテ 皆ささんぜひしててみくだいあとあの前回喋って前回28回目公開してないので「の夢子紅白」の話してないんですよしてないことになってるんでそれちょっとアナウンスしておいた方がいいんですけそうですね「夢子紅白」とは何ぞやと言いますとまあ年末毎年 NHK で「紅白歌合戦」やってると思うんですけどそちらに出ている方とは別で私が勝手にあの選んだ歌手たちを 選んで私夢子紅白っていうのをやるんですけどの出場権にはちょっとやるんですけどやりたいんですけどやりたいんですけど出場権にはちょっと制約があって誰でも彼でも出れるわけじゃないんですよ。ちゃゃんの好きなな人っていいうわけじでもないくて出場権利っていうのがありまして。その人が持ってる歌を えともうほとんどの全国民みたいな人たちが、うん、ほとんど知ってる曲を1曲だけ持っている人、うん、はいはいはい、うん、1>, 1曲だけです、まあ、俗に言う一発屋的な感じに近いともまと、あ、もちょっと違うんですけどその人は入ってるよね 一発屋の人もいればあまりにもあ何曲も出しててそこそこ有名なんだけどあまりにもその1曲だけが有名すぎて、うん、他の曲がかすんでしまってもうこの人といえばこれみたいになっちゃってる人もいると思うんですよ。その人の人中では2番目に売れた曲が、うん 1番目に売れた曲が100万枚ぐらい売れてて2番目に売れた曲が10万枚ぐらい売れてるみたいな感じね10万枚だってすごいんですよねめちゃめちゃすごいんですけどその100万枚がすごすぎてもうこの人イコールこれみたいになってる人も出場できますってことねていうので何かやったらすごい楽しい「紅白」できそうと思ってだから全部知ってるんですよ聞いたらあこれも懐かしいこれも聞いたことあるこれもこれもこれもみたいになる紅白が なんかあったらいいなと思って。例えば、はい、だ紅白それぞれ一組ずつぐらいちょっと例を。募集したいんですよね、ーーそれ、ね。あ、そうですね。うん、なんか、私も結構考えてるんですけど。うう皆さんもぜひ、この人出してほしいっていう人いたら。うん、はい。あの、審査するんで。教えてください。私はね、なんでこの紅白を思ったかというと。 なんか岡本前の「TOMORROW」をなんかラジオで流れてきた時にあマジでこの曲みんな知ってると思ってイントロが流れてきた瞬間に分かったんですよ。ってなるじゃないですかうん、うん、で、あーこれ全部歌えるなと思って「うんうん、突然、んい痛いなんて」ってメロディーのところまで歌えるみたいなすごいことだなと思ったんですよ。うん ででも岡本真弥さんの曲私おかしらねえと思ってそう、まあ、ファンの人とかは知ってるもしないけどねも,もちろんなんか聞けば思い出すのかもしれない、うん、あーこんな曲もありましたあんな曲もありましたって思い出すんだけど、うん、とにかく岡本真弥さんイコールトゥモローなんですよ、うんまあ、トゥモローは圧倒的すぎるもんね、うんうん、でそういう曲を持ってる人ってことだよねそそそうううですすね僕も知ってますよ 夏の日の1993とかあクラスさんそう1993とかそうですそうですそいですそういう感じの人たちをバンバン集めていつ放送するんですかそれは年末に来週かさらしあたりぐらいにはやりたいですよね放送するってどういうこと発表するってこと出場者を出場者交渉して番組でも作るわけいや私が歌います フンフレーズ。ああ、歌ってくれるんや。それ楽しみ。はい。じゃ、ぜひ、それ、皆さん。これ、これ、これって、みんなで、こう、共感、共有しながら、ぜひ、やりたいので。相互総合性のある紅白にしたいので、皆さん、ぜひ、ご参加ください。あの、教えてください。いつも男女、は関係なく。そうですね。白組、赤組、関係なく、バンバン出していってもらう。はい、出すっていうのは。 クラチャンンネルののイスタグムとかそそううですねいったもにメッセージでもあと多分ストーリーズとかにあげるのでよかったらそこでちょっとコメント残してくれたりとかしてもありがたいですねちなみにあとはヒルクライムとかああヒルクライムって今年みたいにするそうそうそう夏はどこ行こうかってやつですかそうそうはいはいはいまあ確かにねあの人たちそれしか知らない 年代は問わないですね。年代問わないあみ、うんアミンとか。かわいい顔してあの子割とやるもんだね,そうね、まあ。80年代とか70年代とかの人はほとんど一曲しか知らない人うんなんていうかやっぱそれ以外の情報は削ぎ落とされていくよね。まあね,ねこの人といえばあの曲みたいなのが繰り返し繰り返し放送されていくうちに、うん、それ以外の情ね,ね。が。 なかったことにされるもんね。その時代生きてないからね。シャムシェードとか。まあ90年代とか強くなるよね。そうだね。まあいいんじゃないそれはね。トイレの神様とか。ああそうだね。うん割と最近になってきたよ。うんうそういう人を皆さん募集したいってことですね。はいはい。でも楽しいと思うんだよね。じゃあそんなところで。はい。今日はちょっとお肉の出荷があるんで。はい。3時に終わらないといけない。ちょっと巻いてますね。はいはい。 よかった今日じゃ多分収録できてねえそらくどうしよう無音だったら全部 <laughs> <laughs> 大丈夫大丈夫あれ反応してるからそっか壊れた iPhone で収録してるからそれもなんかちょっとドキドキしたんだけどうんまあちょっと今この時間帯にその新しい情報ぶっこまないでください,い <laughs> 終わりましょうさすはい、はい、ありがとうございましたはい聞いていただいてはいまた来週はいまた来週も聞いてくださいせーの